お伝えします。非常に強い台風10号の接近を受けて、鹿児島県に暴風と波浪の特別警報が発表されました。九州北部地方にはあさって最接近する見通しで、線状降水帯予測情報が出されています。非常に強い台風10号は発達しながら北上し、九州に上陸する見通しです。気象台は先ほど午後1時過ぎ、鹿児島県に暴風と波浪の特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけています。福岡県と佐賀県にはあさって最も接近し、明日予想される1時間降水量は福岡県内の多いところで60ミリ、あさって午前6時までの24時間降水量は300ミリと予想されています。今日の夜から明日夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして、九州北部地方には線状降水帯予測情報が出されています。気象台は土砂災害などに厳重に警戒するとともに、今後発表される気象情報などに注意するよう呼びかけています。